俺も自分のライディングに自分を詰め込むことにいつも一生懸命です。自分たちがやりたいことをやって仕事にしてる感じです。自由なところ、もともとルールがないからライディングに自分の性格が出やすい。技をつなげていくスポーツだから。東京は欲しいものがある。